はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエスト6、続きやっていきたいと思います。VCH だね。まあ、ちょっと難しいドラケー6ね。で、前回バーバラ入りました。それでね、何の鏡取って、まあ、レイドックに行きましょう。キメラの翼なくなっちゃったね。唯一売ってた場所も手に入らなくなっちゃった、あれ。疾風のバンダナとか、売ってたのにね。いや、そうやって、よくぞ無事で。はい。ん？ハッサン、それにレックではないか。お主たちまさかランの鏡を。はい。それはまことか。でかしたぞ、レック、ハッサン。さあ、忙しくなるぞ。早速、レイドク王に。ご報告せねば、ついてこい。ん？照れているのか？ともかくお前たちは本当によく頑張ってくれた。さあ、早くレイドック王に。あ、ね。よくやったな、レック。一体どこで鏡見つけてきたの？驚きだな。死に先を越されるとは自分が情けないよ。あの、それは運もあるからね。ソルディ兵士より、今しがた報告を受けた。ついに君たちがラーの鏡を私の元に持ち帰ってくれたそうだな。はい。うん、これはまさしくラーの鏡。ここより礼を言うぞ。この鏡があれば魔王無道の正体を暴き、戦いの決着がつけられるはず。私はそのための作戦を立てようと思う。ついては楽、君たちにも参加してもらいたい。今夜は2階の兵士部屋で待機してほしい。さらなる活躍を期待するぞ。では皆も決戦に備えてゆっくりと休むよう。解散、解散。そして夜が更けた。ああ、随分待たされてるよな。もうすっかり夜だぜ。こんなところでじっとしてたら体がなまっち。レックスマンがちょっと上に来てくれるか？上で待っているぞ。レイドック王、一体どうなされたのです？う、う苦しいのですか？それともお声が出なくなったとか？霊毒王一体。わからん。一体どうしたというのだ。王様どうか、お気を確かに。来てくれたか、レック。見ての通りなのだ。そのあたらが持ってきたのは本当にラーの鏡なんだろうな。はい。ともかく王が鏡を覗き込んだ途端、このようなことに。一体霊毒王のお耳、何が起こってしまったのか。冷えてた、どうなんだ、あれ。私は、どうなされました？レイドック王、お気を確かに。違う、私はレイドック。うわ。これはどうしたことか？鏡屋があのように光って。レイドック王。なんと。レイドック王が女性のお姿に？む、これはいかん。とにかくベッドに。一体何が起こったのか。レイドック王が女性の姿に。しかし、このことは秘密にされたまま、そして夜が明けた。いやいや、気がつかれましたな。ご気分はいかがです？レイドック王。レイドック王、何がどうなったのです？どうしてそのように女性の姿に？これが私の本当の姿。私はレイドック王ではありません。シェーラと言います。シェーラ、はてどこかで聞いたような。今はそのことよりレイドック王のことを。お、そうであったな。では、お聞き申す。あなたが王でないなら、この国の王は一体。それともこの国にはもともと王などいなかったなどと申されるおつもりか？そうではありません。本当のレイドック王は無道というもののところにいます。いえ、無道自身がレイドックその人だと私は思います。そんなバカな。大体そんなことをなぜあなたが知っているのです？どうしてかは知りません。ただ私にはわかるのです。私を信じてくれますね、トム兵士長。トムと呼びましたね。しかし私にはソルディというれっきとした名前が。トム、だが妙に気になる名前だ。どうしてだろう？そこにはレックですね。はい。
随分とたくましくなって。ともかく私と共にムドのところに行きましょう。そうすれば全てがはっきりとするはずです。私がなぜこの世界で霊毒王になっていたかもわかることでしょう。さあ行きましょう。さあ、どちらにせよムドの元にはお前たちに行ってもらうつもりであった。王のことはとりあえず、お前たちとムドを討伐に向かったことにしておこう。せっかくランの鏡を手に入れたというのにこんなことになるとは。ことの真相の報告を首を長くして待っているぞ。何がどうなっているのやらさっぱりわからんわ。しかしその女性には何やら逆らえぬほどの威厳を感じるのだ。武道の居城はここより遥か南東の地、気をつけていくんだぞ、ね、ということで、まあここからも長いね。アモールの水、まあバーバラ装備もカルベロビュートはすごいな。なんか道具で使ったらなんかありそうだよね、あれもね。仲間加入時点であんな持ってないよね、絶対。まあまあゆっくり行こうか。君ら翼ないんだよね。南東っつったよね、こっちか。あ、どっちだ。あんだけ硬かったね。レックでも6発ぐらいかかったやつ、ミレオで一撃で倒せるっていうね。ここだ。屍のようだ。マジか。なんたるむごい死に方を。多分魔物にでも襲われたんでしょう。見ての通り私は旅の神父です。お忍びできんで。ああまあいいや、セーブしようか。はい、じゃあ行きましょう。こっから先長いもんな。でもパート10行く前にここまで来るんだね。そりゃそうか。そんなに、まあそんなでもない。あ、トラマナって呪文してますからね。毎回言って申し訳ないっすね。だけど毎回トラマナ使わないんですかって言われるから。会心の儀だ。ここでカルベルビュート使えばよかったか。使って効果があるのかしら。インパスあったの。敵グループ道具として使う。特別効果ないんだ。それヘアバンドとか。待て、盾とか装備できるのかな。お鍋の蓋だよね、多分ね。カードドレス、ヘアバンド、頭装備。こんなもんかな。まあとりあえず行けるとこまで行って、まあ一回戻っていくかもね、ちょっと。毒沼すげえ食らってね。あ、そんなことないか。あれがいたのか。まあリレミとあっからいいや。ドクロのとこなんもない。キラグス、いつぞやお会いしましたもんね。
人間の骨ではないのでほとんどが崩れかかっている。まあとりあえず全力で。いやー全体かかんの不思議な踊りって。それは嫌だよね。魔法の聖水サンマリーニョに取りに行った方がいいか。まあこうそういう話になってくるよね。あそこまで自力で行くの。カジノって遠いよね。バーバラが、ああ、そっか。まあ、行けるとこまで行って、ちょっと裏でさ、サンマリーノのカジノ、確か魔法の生成あったと思うんで、それ持っていけば、とりあえず MP つけることはないから、ただ、キメラの翼、ルーラー覚えればいいんだけどな。あ、それか、トルッカの、イベントもやってなかったね、そういえば。こっちか。まあでもなんかこのまま進んでいったら危なそうだからね。とりあえず探索だね。出た。うわベギラマ級じゃん。いやーそれやめてくれマジで。リリュー大丈夫かな。あー怖っ。気合いダメ。まあ一回だけだからね。まあ決してこっち低いわけではないからね、レベルはね。ただ魔法の聖水が欲しいかなぐらいね、あるけど。
ったけどね、これじゃ足んないもんね。そう、一回家見取り出る予定だからあんまり使いたくないよね。カルベロビュートがすげえ弱体化してるっていう。今後どうなるんだろう。カルベロビュートのとこに何売ってんだろうね。まあこれ宝のとこに出るだろうから。あぶね。火を使おうと思ったら入れ替え使ってたね。魔法ターンやだね。イオ強いよね。これ賢さによってダメージ違う？もしかして。そんなことないよね。ギラも強いし。キラーグースがちょっと厄介だ。かなりの時間経ってるからね。そう、次回一回トルッカ行ってみっかな。誘拐事件とか多分起こってるから、ね。まあ、レベル上げたりなんだりで。あれ？わお。じゃあちょっとサンマリーノに行って、ルーラないんだもんな。自力ですけどね。そういうのもあるのよ。キメラン翼200で売ってたけど今もう売ってないよね。サンマリーノ行ってカジノやって、まあ、バーバラの頭装備とかも、ね、風の帽子だっけ？あんなあったりするから、アモールとかさ、でもアモールまで行くの遠いもんね。やべ。逆にあんな弱いんだったら毒ガンのナイフの方がいいかもね。多分できるよね、装備。ね。はい。ということで、ちょっとサンマリーノまで行きます。はい。とりあえずね、まあ、プラチナソードがかなり高く売れるんで。あ、やっぱ買えるとき買っといた方がよかったんかな。踊り子の服。風の帽子。なんか今回魔法の生成が100だからね。これをいっぱい交換して、まあこんな感じです。まあそれやっときますね。次回またあそこですか、トルッカの方ちょっと行きたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画にお会いしましょう。